皆さんこんにちは。3月10日木曜日やってまいりました。今日がね、私は張りがあります。どうしてわかりますか？開幕はなんと4月7日ですね、162試合やることになりました。今日が発表ありまして、ロックアウトが会場でございます。楽しいですね。野球がやってまいりました。野球が戻ってきましたよ、ということでございます。大谷さんのショー22、25日が残りでございますけど、こちらはね、もうね、25日って書いて、20日って書いてあるんですけども、オープニングデーがですね、そう、4月7日、4月7日でございますね。今、3月、4月、そういうことでございます。それでこれでですね、いろいろめでたしめでたしということで、このような、大谷さんがホームラン打ったらどうなるのかということで、はい、まずこれでございます。さなえちゃんも嬉しいですね。サザエさん、大谷さん、ビッグフライ大谷さんって、サザエさんも元気になってきて、こちらも元気になりますよ。ビッグフライ大谷さん、これを見たいですね、皆さん。そして今日はですね、まあそういうめでたいっていうこととかあって、この歌なしではね、始まりませんので、よろしくお願いします。せいや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 、野球が戻ってまいりました。162試合、4月7日開幕でございます。とてもいい話がですね、こうなった場合、大谷さんのね、大きな契約も問題なくいかれるということでございますね。MLB ロックアウトは、MLB プレイヤーと協会との所有者との間に合意が終了しましたということで、じゃあちょっとどんな感じなんですかね。MLB のロックアウトは、MLB プレイヤー協会と所有者の間の合意により終了しました。やっと野球が、野球が帰ってきた。木曜日の午後、MLBPA と MLB の所有者は、ロックアウトを事実上終了することに合意しました。うん、ということですね、初日は4月7日に決定です。はい。4月7日に決定でございます。どんどん参りましょうかね。日本からもいろんな情報があると思いますが、一応、はい、参りましょう。お願いします。プレーボール、所有者のロックアウトの99日目に、メジャーリーグ、ちょっと元気よ。プレーボール、この元気でいかないと、ね。ベースボールと MLB プレイヤー協会は、木曜日に春季トレーニングを開始し、4月7日に162試合のレギュラーシーズンを開始する新しい労働契約について暫定合意に達しました。1週間遅れたホワイトソックスは4月8日にデトロイトのタイガースで開幕する予定です。カブスは4月7日にリグレーフィールドで NL セントラルのライバルブルワーズと対戦する予定です。ソックスのホームオープナーは4月12日にマリナーズと対戦します。はい、ということで、とにかく、プレーボール!はい、続きまして、どんどん参りましょう。はい、お願いします。まさに急転直下の決着だった。ニューヨークでの深夜にまで及んだ交渉がまたも決裂し、ロブ・マンフレッドコミッショナーが開幕再延期を発表した翌日、選手会とオーナー側が新たな労使協定に合意。4月7日のシーズン開幕が決まり、99日間に及んだロックアウトがようやく終結した。終結しました。今回のロックアウトは、25年以上に及んだ労使の蜜月が終わり、両者が再び激しく対立姿勢に転じた出来事として歴史に記憶されるだろう。昨年12月のロックアウト突入から6週間近くにわたり全く交渉が行われず、キャンプインが近くなってようやく話し合いが始まってからも、しばらくはオーナー側と選手会の主張は平行線をたどった。うん、平行をたどったけれども。はい、どうぞ。それが、
2月28日から3月1日にかけての交渉を機に一気に協議が本格化し、その後も双方が譲歩を重ねながら最終的に合意に達した。一時は、4月中の開幕はない、と悲観する関係者が少なくなかったことを思えば、1週間延期で済んだのはむしろ不幸中の幸いと言えるかもしれない。はい。結論から言えば、今回のロックアウトは、少なくとも現時点では、選手会の勝利、と考えていいと思う。過去2回の労使協定で安易な譲歩を重ねた結果、選手年俸は低下、意図的にチームを低迷させるタンキングや、若手選手の FA 権取得を遅らせるサービスタイム操作が横行した。選手会にとっては、こうした現状を改善することこそが、今回の労使交渉における唯一にして最大の目標だった。はい、目標だったってことだね。そして、はい、その目標はかなりの部分で達成された。なるほど。戦力均衡税の課税ラインが引き上げられ、若手選手向けのボーナスプール制度創設も決定。ドラフトには新たにロッタリー制度、指名抽選制が導入されることになった。これまでのように、39段最低の成績を残せば自動的に全体1位指名権を得られるわけではなくなるので、タンキングに一定の歯止めがかかることが期待される。一方、ロックアウトを仕掛けたオーナー側はどうか。戦力均衡税について、エンジェルスを含む一部のオーナーは1ペニーも上げさせないと強硬に主張していたが、結果は2000万ドルの引き上げに同意。最後に持ち出したインターナショナルドラフト導入も、とりあえずは継続協議となった。なるほど。いい話ですね。どんどん参りましょう。はい、どうぞ。SNS 全盛時代とあって、かつてのように子飼いの記者を通じて選手会を悪者扱いする構図を作り出すことも成功しなかった。開幕延期について、オーナー側に責任がある、と考えるファンが、選手会に責任がある、と考えるファンの約2倍に達するという調査結果も出ていた。戦争、押しかけた側としては、収穫は少なかったように見える。言うまでもないが、より多くのチームが優勝を目指して戦力強化に励むことは、ファンにとってもメリットが大きい。うん、なるほどね。はい、どうぞ、どんどん行きましょう。その意味で、タンキング抑止策の導入は選手会だけでなく、ファンの勝利と言ってもいいだろう。うん、何より大きいのは、最終的に従来通りの162試合シーズンが守られたことだ。まあね。2度にわたる開幕延期発表で、ファンは改めて、ベースボールがある日常の貴重さを改めて実感することもできた。紆余曲折を経て始まる2022年が、よりエキサイティングで熱狂的なシーズンとなることを期待したい。はい、期待しております。とにかく、我が、ショヘイ・オオタニがですね、もう1回のバッティングで、でかいホームランみたいですね。素晴らしいことでございます。はい、ということでですね、まあこういう話もあった途端でですね、今若手このねエリー・エンジェルスのニュースなんですけれども、エリー・エンジェルスの40の名簿の中で25人5歳以下のベスト7人がいるんですよね。この人はですね、ジョナタン・ディアス、ハイメ・バリア、クリス・ロドリゲス。それから、ホーゼ・スワレス。もう、この辺はみんな知ってますよね。この人はあんまり知らないんですけど、パンダバル、パトリック・サンダバルも知ってますね。ジョー・アデル、ブランドン・マーシュ。ね、こういうね、すごい若い選手がいるから、もちろん、大谷さんはちょっと上ですけど、まあ、大谷さんも若いあれに入りますから。じゃちょっと。LA エンゼルスには、名簿の様々な分野にかなり若いチームがいます。
40人の名簿には25歳以下の17人の選手がおり、その多くは今シーズンかなりのプレー時間を受け取ることになります。今年ではないにしても、多くの人がすぐにかなりのプレー時間を受け取るでしょう。若さは一般的に良いことであり、このコーチングスタッフがシーズン中にこれらの選手を育成することができれば、将来への大きな希望があります。ジョー・マドンがワールドシリーズで優勝したマネージャーであることを付け加えておきます。彼は多くの若い才能でそのワールドシリーズに勝ちました。そして108年の間勝ち取らなかった組織のために優勝をさせました。仕事は簡単ではありませんでしたが、彼はそれを成し遂げました。彼は複数のペナントと3つの最優秀監督賞を受賞しています。マドンがこれらの7人のプレイヤーに魔法をかけることができれば、エンゼルスは今後5年にもわたって設定されます。なるほどね。あのジョー・マドンは108年もね優勝しなかったチームはあのシカゴカブスをね優勝させて、彼はもうすごいあれですね。ということでこの方なんですけど、まずはですね、じゃあどんな人なのかね、エンジェルス40人、まあ、名簿の中にジョナサン・ディアスが25歳で、ですね、25歳以下の 7位のベストプレーヤージョナサン・ディアスということで、彼は、じゃあ行きましょう。7位でございます。はい、どうぞ。どんな人なんでしょう。はい。ジョナサン・ディアスは2021年にビッグリーグで彼の最初のチャンスを得ました。そして圧倒されたようには見えませんでした。彼は見栄えが良くありませんでしたが、他の若いチームメイトの何人かが最初の見た目をするよりも見栄えが良かったです。ディアスは3試合、2スタートで防御率 4.15 を記録し、9イニングあたり 0.7 本塁打しか許しませんでした。彼は決して損失を与えられず、110以上の堅実な ERA を記録しました。彼の最高の瞬間は彼の最初のスタート、9月25日のシアトルでした。そこで彼は7イニングを行い、ワンラン、1ウォーク、3ヒットしか許しませんでした。はい、ジョナサン・ディアスが7位でございます。では、続きまして、はい、この人ですね。これは6位でございます。第6位。ハイメ・バリア、バリアでございます。どんな人なんでしょうね、皆さん。もう知ってますよね、彼よく出てましたから、前はね。はい、ハイメ・バリアは、2022年に向かう LA エンゼルスの注目すべき先発投手です。バリアは、おそらくエンゼルスの先発ローテーションの6番目のスポットのフロントランナーであり、そのために争っているすべての人を考慮すると、おそらく現時点で最高の先発投手です。彼は2018年にアナハイムで26試合を開始し、素晴らしい 3.41 エラと123エラプラスを記録しました。彼の可能性は人々が認識しているよりもはるかに高いですが、マット・ワイズがその可能性を特定し、今シーズンの最初のローテーションに進む準備ができていても驚かないでください。ということですね。ハイメ・バリア。はい、続きまして、この方、クリス・ロドリゲス、ナンバー5。はい、この人も良かったんですけどね、まあ、とにかく皆さんね、怪我されるんですよね。それだけはね。ロドリゲスは昨年、エンジェルスに15回ピッチングし、さらに2、3試合を開始しました。シーズン中、彼は 3.64 エラと 3.14 フィップを記録しました。うん、彼は124エラプラスで2-1のレコードを投稿しました。彼はその年に1本塁打も許さなかった。しかし、彼の怪我は8月にシーズンを終えました。ロドリゲスはこの2回のスタートで見栄えが良く、10イニングを投げ、
4回の自責点しか許しませんでした。彼は2021年にスターターとして 2.87 フィップを記録しました。はい、ロドリゲス。これがね、出てきたらすごいだろうね。この人たちが元気やって。はい。続きまして、ホゼ・スワレス。彼は第4位でございます。はい、どうぞ。2021年にラエンゼルスの SPRP ホセ・スアレスを約束したことはなんとカムバックでした、うん、スアレスはブルペンで非常にうまくやっていたのでスターターとしてのチャンスを得て良い仕事をしました。彼は早い段階でフラッシュを見せましたが、それをバックアップするための統計がありませんでした、うん、しかしシーズンの最後の月には、スアレスは別の獣でした。獣。彼は過去5回の開始で 2.97 エラを記録し、3勝1敗のレコードを投稿しました、うん。彼は自分が単なるブルペンの男ではないことを示しました。なるほど。そして、彼はまた、ローテーションに追加するための単なる深みのある作品ではありません、うん、彼は私たちのローテーションのメンバーとしてボールを本当にうまく投げることができること、そして彼がバンプにいる場合はエンジェルが勝つチャンスがあることを証明しました。彼は最初の6つですでにトップ4のスポットを獲得しています。そうですよね。彼はね、今もちろんもうエンジェルタイム投げておりますんでね。はい、続きまして、こちらでございます。パトリック・サンドボール第3位。はい、どうぞお願いします。パトリック・サンドバルは昨年ラエンゼルスと負傷者と戦ったため、彼のシーズンは短くなりました。しかし彼がフィールドにいた時の彼の印象を忘れないでください、うん、彼は17試合14スタートデハロスの 3.62 エラを投稿し、9イニングあたり 9.7 打者を三振に取りました、うん、これらは両方ともサンドバルにとってキャリア最高のマークであり、彼は124エラプラスも誇っていました。サンドバルの 1.207 ウィップは堅実であり、彼はビッグリーグに順応し続けるにつれて、より快適になるだけです。彼は6人のローテーションで始めることができます。彼は大丈夫でしょう。彼は間違いなく、健康な時にエンジェルスで2番目に優れたスターターであり、2022年のブレイクアウト候補です。彼は年が進むにつれてますます良くなりました、うん、サンディはまだ若く、より良くなるために働き続ける絶好の場所にいるので、2022年シーズンにはもっと多くのことを期待してください。はい、でこのね、面白かったですね。ニックネームがね、パトリック・サンダバルだからサンディ、サンディ、ね、女性みたいな名前なんですけど、彼はサンディって言われて、うちの息子もね、レナード君だけど、レニーって言われて、やっぱりそうやってみんなこう愛称の名前が言われてるようでございますけどね。こちらはナンバー2。こちらは、ジョー・アデール。はい、ジョー・アデールはどうなんでしょうね。彼はもう皆さん知ってるよね。結構ホームラン持ってた。エンゼルスのジョー・アデルのシーズンも怪我のために奪われました、うん、怪我多いんだよね。現実にはアデルは35試合で26打点を記録しました、うん、それはかなり素晴らしいです。現実には彼は三振数をゲームあたり 1.4K からゲームあたり 0.9K に減らしました、うん、すごいね、それ。彼は素晴らしい軌道に乗っています。現実には、彼はゲームの守備側でも強力な改善を示しました。現実には、彼はたった35試合で2つのトリプルをヒットしました。それはフルシーズンで9になります。アデルが健康を維持している限り、彼は非常に優れた選手になるでしょう。エンゼルスたちがそのプロセスを信頼すれば、
マドンは彼を今シーズンのフルタイムのスターターにするのも良いでしょう。うん、確かに、彼はジャスティン・アップトンが好きで、彼に始めてもらいたいかもしれません。しかし、アップトンがスランプした場合、アデルが引き継ぐでしょう。まあそうですね。本当はね、エンジェルスはアデルを使いたいんですよ。アップトンはね、もう高いお金払ってね、ちょっとお産でしたっていうことでございますけどね。はい、最後、ナンバーワン、ブランドン・マッシュ。はい、ブランドン・マッシュはもう4歳、14、24歳でございますけどね。はい。ブランドン・マッシュはすでにラエンゼルスにとって非常に強力な守備的プレイヤーです。彼は去年出てきて、一度もマイナーを送られる必要はありませんでした。うん、そうですね。リップリーグでの70試合は彼にとって貴重なものでした。彼は今シーズン、ジャンプする準備ができています。重要なのは、マーシュが送られた時はいつでも、彼は無事にホームインしていました。彼は2022年に盗塁の試みで6対7でした。彼はマイナーで強力なスイングをすることができることを証明しました。そして私たちが彼をトレードしなければ、彼は数年以内にハロスの良いスターティングプレイヤーになるでしょう。うん。まあね、この、マーシュとジョー・アデルはね、トレードされるんじゃないかと話言われてるんですけども、まあ、今現在では彼はもう素晴らしいですよね。ということで、今日のおさらいでございます。今日はもうね、とにかく、まあ、良い話が飛び込んでまいりましたね。やっとね、ロックアウトが終わって、さあ、野球の時間でございます。プレーボールという感じでございますね。早めに早めに野球見たいってことでございます。これをね、そうですね、これはもう歌も歌いましたし、まあ要するにいい話は MLB はロックアウトはもう解除されましたので、これからいろんなニュースとか、まあ多分鈴木さんですね、瀬谷さん。もうあれになるし、大谷さんの大きな契約もなるだろうと思うし、まあいろんな話がどん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 入ってきますし、これからまあね、それを楽しみにしていただいてます。この若手のね、7人もね、頑張ってほしいものでございます。どういう結果になるかね、皆様にまたご報告できればと思っております。ということで本日は、See you later, alligator! See you later, alligator! 最後はね、やっぱり大谷さんでね、終わらせていただきたいと思っておりますんでね。大谷さんはね、どこ行ったやら。そうですね。まあ、これは来週の話でございますから、大谷さんはここですね。はい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 。まあ、大谷さんはここにいらっしゃるから、この、まあ、同じチームですからね。はい。ということで、See you later, alligator! それでは皆様、また日ほど、後ほどお目にかかります。